はい、どうも、サオでございます。ということでね、エリスがね、追加されたので、まあ、今回は多分、便乗版にね、入れてる方多いと思うんですが、まあ、エリスね、これ耐久パいけんじゃないかと。うん。その中でも割と良さげな耐久パがね、組めたので、紹介しようかなって思います。あ、でね、このスキルは、CT 遅延なんですけど、長いんですよ、このスキルモーションが。で、それによって何が生じるかっていうと、このバン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 やってる間に自分たちのスキルがまた1回転して連続で打てるようになる。通常のスパイクとかの遅延だと、まあ、ヒットさせた後に、まあ、すぐわーって一発じゃないですか。スパイクの場合モーションがね、少ない、モーションが短かったせいで、まあ相手のターンが回ってくるんですよ。通常のスキルが、スキル打てなくなると相手の通常ターンになって、相手がね、スキルを打つんですけど、まあ、このスキルの場合、甲状腺のジェイクと同じシェイクの反撃であれを稼ぐ、 CT のちょこっとした枠を稼ぐっていう役割がもう自分でね、モーション長いせいでできちゃってるせいで、スキルがね3回打ててしまうことがあるって、このぶっ壊れ CT スキルというか、これはまさかのバランス崩壊なんじゃないかっていうレベルの、やっていきます。今回はちょっとね、装備がへぼっているので、まあ、ちょっと自分その装備とバランス取れるぐらいの人とね戦う。チャンスラーの装備がやばすぎるので、オルリーに開幕落とされるってケースもあります。で、これがね、未来の耐久パーティーかなって思います。あ、配置おかしいですね。ルーク別にそこじゃなくていいんですけど、まあ、とりあえずスパイクで遅延させる、弱点攻撃をつけたスパイクで、遅延して、その間に前衛ボコボコにすると、まあ、そういうね、簡単なお仕事なんですけど、まあ、ちょっとね、前言った通りルークに反応してこれが動いちゃうのはちょっと微妙なんですが、まあね、弱点攻撃をねこれから落とされるといえど、闇を1セットつければ 20% で、セット装備26のまあ50、約50プラスセット効果で20、70で、まあ、弱点宝石つけて90までは確保できるので、まあ、あいつに60% 減少されたといえど 30% のスキル優先度は保てるのかなって思います。まあ、なので、まあ、今回はスパイクに弱点攻撃かなって思ってつけてます。通常の便乗パーティーの場合は、多分エリスに弱点をつけといた方がいいと思います。こいつ動いたもん勝ちで、さっき言った通り、もうぶっ壊れスキルを持ってるので、動いたもん勝ちかなって思います。あ、今どうなった？スパイク気絶したね。これはちょっとね、アクセが頑張れてない。このパーティーは。ガチパの方は結構頑張ったんですけど。あとカールヘロンがね、沈黙になりますね。これいつもオルリーに来るんで、オルリーに沈黙の宝石つけてるんですけど、ちょっと厳しいかもしれないこれは。まあ、ただ耐久はできている。まあ、スパイクがね、凍結をね、前回の動画で凍結刺さるって言ったんですけど、まあ、やっぱ刺さるので、現状オルリー停止させてしまえば、まあ、やりたい放題感はあります。まあ、ただカールのね火力はやっぱ高いので、やっぱ固定ダメスキルは強いので、それで落とされるってケースと、まあ、やっぱ沈黙食らってやられちゃう。だから沈黙の対策はね、アタッカーには絶対しといてくださいと言ってる間に、まあコンセプト通り前衛をボコボコにできてますね。で、これエリスちょっと関連しちゃってるんですけど、まあエリスいることによって置物効果ありますからね。 60% 上がってて弱点攻撃率下がってますから、まあ、従来の火力パーティー、こういう編成の火力パーティーだったらもう結構ボコボコにできるんじゃないかと。固定ダメ結構痛いんで、固定ダメ現象とかつけないとダメかもしれないのと、やっぱエリスの固定ダメ上昇か
赤宝石について固定ダメージ、ダメージ量上昇、ちょっと意味わかんないですけど、まあ、そういう効果があるんで、それちょっと狙っていきたいなって思ってます。あと30なんでね、これ無悪30です。まあ、生存率はすごいですよ、このパーティーの。やっぱ1番ってダメージ食らいにくいんで、やっぱ無凸のキャラは1番に置くのがいいかなと思います。陣形の番号配置に関しては、昨日か一昨日ブログ書いたので、それ参考にしてください。反射刺さりますね、ジャック王落ちると。まあ、ジャック王はね、単性の免疫じゃないので、まあ、自分が落ちると反射免疫も溶けてしまうと。こういう風に刺さるね。光がね、光のやつと、光セットと、チャンスラー分の反射ですね。まあ、チャンスラー軽く高いんで、まあいいですね。で、前回のあの、敏捷パンにチャンスラー入れるのは微妙だよって言ったんですけど、まあ今回のこのパーティーだったら、やっぱカールのバフはきついんで、それ剥がしてくれるだけでもすごい助かるので、まあ、これはなかなかチャンスラーハマってるパーティーなのかなって思います。あとは僕が防具を頑張れば、もう結構強いパーティーになると。リミテッドアリーナで見たパーティーパクってるだけなんですけど、まあ、これすごいいいなって思いました。そして、まあ、いつも通りうちのギルマスとも戦っていきましょう。まあ、ちょっとね、防具やばすぎるんで、これちょっとやばいかも。貫通ついてる。最近オルリーって、貫通いらねえんじゃねって言って貫通外しているので、外してる人がいるので、結構ね、スパイクまた物件かみたいなのがありますよね、これ。いつもこいつスパイクうるせえなって話なんですけど、まあ、凍結が刺さるって言ったら刺さるんですよ、やっぱり。で、このスパイクの枠を、まあ、クリスにしてる人もいますね。で、クリスにしてる人の方が強い気がする。回復がねコンスタントにできるので、まあ、即死での格好撃破とやっぱクールタイム延長っていうのはかなり、相性が良いので、あ、剥がしてくれましたね、セバスチャンの。で、あとはこのカールエロンの沈黙が解けないと、これちょっとやばいかもしれない。無理かなこれは、きつい。あ、反射が刺さってますね。そして光の斬撃と、これ結構火力が高い。火ダメージと弱点も上がってます。これクリクリ弱点みたいな、武器でクリ上げて宝石とかで弱点を上げるっていうね、謎の装備構成をしてます、チャンスラー。ただ火力が高いと。あ、これちょっとやっぱりあれですね、カールヘロンの沈黙を対策できていないので、まあ、そこがかなり痛手になってると思いますが、結構未来は感じてくれるかなって思います。まあ、いけそう感漂いますよね、これ。しっかりやれば。まあ、ほんと即席でね、作って紹介するのあんま嫌だったんですけど、まあ、時間もないので、これでいこうかなっていう。で、いい音されました。ただ、30無凸の人が最後まで残るっていうね。まあ結構でも戦えてますよね。じゃあもう一回行きましょう。これエリスの動画なのにエリス一回も活躍してないんでちょっとやっていきましょう。あとエリスのシールドはなんだ、ルークくんのシールド、あ、これ編成変えよう。ルークくんのシールドと併用はできない、併用っていうか重複はされないんですが、まあ開幕でエリスがシールドの方、2000のシールドの方を打って、その後、ルークが、3000の方を打つと、高い方が上書きされるっていう仕様があるじゃないですか、このゲームって。で、その通りで、シールドの方も高い方が上書きされます。なので、ルークが後に打った場合は3000で上書きされます。たとえ2000のシールドの方が減ってなかったとしても、3000で、もう一回塗り直されましたね、さっきは。まあ、バグでなければなんですけど、まあ、現環境を説明するにあたって、バグでなければというね、セリフはね、必要不可欠なのかなって思います。まあ、一応なんか、運営も、いろんな、スキルの当たり方がおかしいバグについては、なんか言ってましたね。この前、もう一回お知らせに、2度目の掲載がされてました。もう僕たちは、忘れてないよみたいな意思表示なのかわかんないですけど、まあ、とりあえずマルチレイドは忘れてますね。はい、貫通が痛い。いますね。
雷光神会ドドドドドドと、ここで沈黙をもらっていくと。よし、スパイク動いた。弱点つけてるとね、動いてくれるんですけど、今みたいになかなか動いてくれない回はあります。そしてエリス復活してほしい。そしてまたクールタイム、またスパイクの動画になっちゃうんだけど、てかよくわかんないんですけど、エリスみたいな3ヒット、カールとかの3ヒットのスキルってすごい勝利落ちするんですけど、俺だけですかね。あれ、チャンスラー動かなかった。あ、沈黙してる、最悪だ、剥がせない。魔法バフ剥がしてほしかった、まあ、とりあえず光の盾でこの場をしのいでいくスタイルです。まあ、エリスがね、なんかすげえ眠るんですよね。まあ、ここで沈黙もらうかな。あ、まだもらってない気がする。もうバフ多すぎて、ワンバックの状態以上ってもう見れないですよね。見えないですよね。大バフ時代なんで、なんかあれつけてほしい。ボス戦とかである横のスライドをつけてほしい。あ、やっぱ火力出るな。バックのカールヘロンって、結構オルリーの影に隠れてますけど出ますよね、火力。まあ、僕突足りてない。360連で3枚っていう、もう悲惨な結果だったんで、まあ、ちょっともうね、カールヘロンさんはね、憎いキャラなんですけど、その後にエリスですかね。散々絞り取った後にエリス来るっていうね。あ、来ました、粉々にしてやる。これで2000のシールドを貼れますと。まあ、なんかあんまいいとこ見せらんなかった。なんか動かないですね、状態以上になっちゃう、ね、硬いね。雷光砲が本当に頼もしいスキルに変貌しますから、ね、後ろに置くと、まあ、いつも頼もしいですけど。あ、行って、よし、フルダメージに入った。まあ、これ遅延かつ火力をさ、減少させますからね。まあ、このスキルやられて、やっぱクールタイム痛いのと火力落ちるのがきついんですけど、火力パーティーだと。耐久パーティーだと、陣形崩される分にはそんなにダメージは低いですよね。まあ、それもこのパーティー強いんじゃねって思ったゆえんです。まあ、最後の最後にちょっとそういう説明ができたので、エリスも動いてくれたんで、まあ、なかなかいい感じかな。これで伝わったはず。はい、で明日はちょっと弱点攻撃についてよく分かってない人がいるみたいなので、まあ、弱点攻撃の仕様のおさらいと、まあ、今後弱点攻撃、まあ、エリスという弱点攻撃 60% 減少というキャラが、出た影響で、まあ、武器はどうするべきなのかっていう動画をちょっと簡単に撮ろうかなと思うので、はい、そちらも見てくれると幸いです。チャンネル登録をよろしくお願いします。チャキヒント、はい、ご視聴ありがとうございました。